一番人気はハイブリッドのエアー EX。6月28日に発売されたコンパクトミニバンフリードの。発売後1ヶ月、7月28日時点の販売台数は約3万8000台と、月間販売計画6500台、ガの約6倍に達しました。今年3月に発売され、 コスパの良さで人気になっているコンパクト SUV WR、WRV か。1ヶ月で計画の4倍、1万3000台だったので、人気はかなりのものと言えそうです。ハイブリッドとガソリンの構成比。圧倒的にハイブリッドが多数派です。ハイブリッドパイプ83%。ガソリンパイプ17%。 タイプ別構成比売れ筋グレードはハイブリッドのエアー EX 続いてハイブリッドのクロスターベースグレードのエアーの比率はハイブリッドもガソリンも2から3%と少なめですハイブリッドエアーパイプ3%エアー EX パイプ55%クロスターパイプ25% クロスタースロープパイプ0.6%ガソリンエアーパイプ2%エアー EX パイプ11%クロスターパイプ3%クロスタースロープパイプ0.4%駆動方式 FF パイプ 85%4WD パイプ15%納期は人気グレードで9から5ヶ月 その他は1から2ヶ月。人気色はエアーがホワイトパール系。クロスターはイメージカラーのベージュパール系で。エアーのイメージカラーとなる薄水色、フィヨルドミストパールは2番人気。ボディーカラー。エアープラチナホワイトパールパイプ43%。フィヨルドミストパールパイプ19%。 ソニックグレーパールパイプ9%クロスターデザートベージュパールパイプ33%プラチナホワイトパールパイプ20%ソニックグレーパールパイプ19%ちなみに購入ユーザーは仙台フリードや軽自動車コンパクトカーなどからの乗り換えを中心に ファミリー層や単身層など幅広い層とのこと。また、評価されているポイントとして、下記などが挙げられています。モーターならではの低速域からの力強さと低燃費の両立。ハイブリッド。水平基調でノイズレスな視界。取り回ししやすいボディサイズと使い勝手の良い室内空間の両立。 一列目から三列目まで移動できるウォークスルー性能。納期は一番人気の EEV Air FF シャンが9ヶ月程度。EEV クロスター FF シャンが約5ヶ月。その他はグレードによるもののおおむね1から2ヶ月程度となっています。